こんにちは。今回はペーパークラフト1枚で命の熊の作り方を紹介していきます。型紙の他にハサミと両面テープを用意してください。まずは型紙の線に沿ってハサミで切り分けていきます。全部切ることができたので部品の確認をしていきます。切り込みの入っているこの大きな部品が1つと、周りに切り込みの入っているこの点のついた部品ですね、これが1つ、オレンジ色の四角い紙が1つと、黒のちっちゃな紙が1つ、それからこの四角い紙1つと、細長い紙が2つに、灰色の紙が 1,2,3,4 つあります。全部あることが確認できたら、組み立てていきます。まずこの部品を用意します。そしたら、この紙の、この切り込みが入っている場所ですね、この切り込みが入っている場所の、端っこにテープを貼ります。こんな感じです。貼ったらよいしょ、反対側と、こんな風にこんな感じですね、こんな風にくっつけてあげてください。そしたら、次にですね、その隣の、紙の、端っこにテープを貼り付けて、でこれを、今くっつけた場所のさらに上からこうやって貼り合わせていきます。でこれをどん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 繰り返していって順番に閉じていって閉じていって閉じていって、ここを全部くっつけてあげてください。で反対側も同じようにしていきます。ではどんどんやっていきます。片方全部塞ぐとこんな感じですね。ではもう片方もやっていきます。はい、両方塞いであげるとこんな形になります。こうですね、こういう形にしてあげてください。そしたら、ハサミで、この今閉じた場所の真ん中あたりに、切り込みを入れます。反対側にも切り込みを入れます。そしたら、ここで、斜めに折ってあげてください。よいしょっと、両側をこうやって斜めに折ってあげます。こんな感じですね。反対側も同じです。はい、こんな風に、斜めに折ってあげます。こうですね。次に、この部品を用意します。そしたら、この紙の裏側ですね、裏返してこの切り込みを入れた場所の、横にテープを貼ってあげます。テープを貼ったら、このテープを貼ってない方を、手前に折り曲げ、こうやって曲げて、テープを貼ってる方をこの上に重ねてくっつけてあげます。こんな形に貼り合わせてあげてください。そしたら残りまず角3つも同じようにしていきます。はい、4つの角をやってあげるとこんな形になります。そしたら次にこのまっすぐの場所ですね、まっすぐの切り込みを入れている場所も、同じようにテープをまず切り込みの横に貼ってあげて、そしてテープを貼らなかった方を手前に曲げて、でテープを貼った方をその上にこんな風にかぶせてあげます。そして止めます。こんな形にしてあげてください。そしたら、あと3箇所も同じようにしていきます。はい、全部折り曲げて、くっつけてあげるとこんな形になります。表から見るとこうですね。次に、このオレンジ色の部品を用意します。そしたら、これを裏返して端っこにテープを貼ります。貼ってあげたら、これをぐるっと丸めて、
まっすぐではなくて少し斜めになるように、貼り付けてあげます。こんな感じで筒にしてあげてください。こうですね。そしたらハサミを用意して、切り込みを、入れていきます。はい、こっち側こんな感じですね。そしたら反対側にも切り込みを入れていきます。はい、両側に切り込みを入れてあげます。そしたら、まずこっち側ですね、この斜めに丸めたから少し細くなってる方から、こっちから、閉じていきます。こんな風に、切り込みを入れたところをこうやって折り曲げてあげて、ここに平らな場所を作ってあげます。そして、残りの2つか3つくらいの部品にテープを貼ってくっつけてください。ではテープ貼っていきます。はい、こんな感じで、閉じてください。そしたら今度反対側も、折り曲げていきます。こちら側はこんな風に折り曲げてそのままにしておいてあげてください。そしたら先ほど作った部品と、今作った部品を用意します。そして、テープで閉じなかった方ですね、こちら側の、あたりにテープを貼り付けます。テープをしっかりと貼ってあげたら、これを、先ほど作った部品の、あたりに、こんな風にくっつけてあげます。ベタッと貼ってあげます。ちょっと向きとかはいろいろあるのでうまく調節してあげてください。で、決まったらしっかり貼ってあげます。キュッと、はい、こんな感じですね。これで、クマの鼻が飛び出てる感じを表します。そしたら、ここに小さい黒い部品があります。これを、この先っぽに貼って鼻の感じにするんですけれども、これだとちょっと大きいので、まずはテープを貼って、そしたらこれを、半分に畳んで大きさを調節します。こんな感じですね。そしたら、裏側にテープを貼ってあげて、これを、鼻の先っぽにくっつけてあげます。ペタッと。で、小さくて取りやすいのでここしっかり貼ってあげます。はい、こうやって、鼻の先っぽを作ってあげます。こうですね。次に、この細長い、茶色の部品を用意します。そしたらこれ裏側の端っこにテープを貼り付けて、これを、ぐるりと丸めてあげて、はい、輪っかを作ります。もう一つも同じようにします。はい、輪っかが2つできました。そしたら、この輪っかにさらにテープを貼って、これをよしと、今作ったクマの、頭の上にですね、こんな風にペタッと貼ってあげます。これが耳となります。ではもう一つも同じように貼ってあげます。はい、耳を貼るとこんな感じですね。次によいしょっと、この小さい紙用意します。そしたらこれも、裏返して端っこにテープを貼ります。テープを貼ったら、これもぐるっと丸めて、筒輪っかの形にしてあげます。ちょっと細いですけどね。そしたらこれを、最初に作ったこの部品の、後ろにしたい方に、貼ってあげて尻尾にしてあげます。こんな感じで貼ってあげてください。そしたら、この顔の裏側ですね、
この顔の裏側に、テープを貼ってあげます。こんな感じでね、テープを貼ってあげてください。貼ったらこれを剥がしていきます。剥がれたらこれを先ほど、体に貼った尻尾と反対側ですね、反対側に、ベタッとくっつけます。ベタッと貼ってあげます。こんな感じですね、そしたら、この4つの部品ですね、これを用意します。そしたらこれを、半分に折ります。半分に折ってあげて、折ったらハサミで切り込みを入れます。 1,2,3,4 つ、4つ切り込みを入れてあげて、5つに分かれました。そしたらこれを、斜めに、曲げていきます。よいしょよいしょよいしょと、こんな感じですね。こんな風に斜めに曲げてあげます。では残りの3つもまず同じようにしていきましょう。はい、4つともやるとこんな感じですね。そしたら、この部品の、今切り込み入れた方じゃない方ですね、反対側の方に、テープを貼ってあげます。貼ってあげたら、これを足ですね、足の場所に、ベタッと貼ってあげます。足の場所にこうやって貼ってあげます。でちょっとね、形を整えてあげます。こんな感じで、はい、爪をつけてあげてください。では残りの、4つの場所、3つですね、3つの場所にも同じように貼っていきます。はい、こんな風に、4つ爪を貼ってあげれば、はい、これで1枚の紙からクマを作ることができました。皆さんもぜひ挑戦してみてください。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。